皆さんこんにちは。司法試験、令和2年司法試験分析会広報系を始めていきます。担当いたしますのは東京リーガルマインド専任講師竹山茂樹です。よろしくお願いいたします。でね、まずは司法試験、受験された方本当にお疲れ様でした。で、まあね、憲法は、オーソドックスなんですけど、主張反論型ではない問題が、出ました。で、行政法はね、聞かれてることはそこまで難しくはないんですけど、ちょっと法律の仕組みが分かりづらかったかなというところでもあります。今日はですね、憲法と行政法を少し分析をしていきましょう。で、憲法をまず問題文見てください。で、第1問ですね。で、先に設問の聞かれ方から見ましょう。4ページね。4ページの設問というところを見てください。これは、あなたが検討を依頼された法律家甲であるとして、規制丸1および丸2の憲法適合性について論じなさい。なおその際には必要に応じて参考とすべき判例や、自己の見解と異なる立場に言及すること。こう書いてあります。で、この聞かれ方ね、最近流行ってますよね。ここ数年、こういった主張反論型ではなくて、法律家としての立場から検討しなさいっていう問題が出てるわけです。でね、これ私もね、どういう意味かなってちょっと考えたことがあります。というのも、私も弁護士やってますけど、弁護士ってこう法律相談に来るじゃないですか。自分はこう思うっていう立場ではないですよね。どちらかというと、客観的にはこうだっていうアドバイスをすることも多いので、これ、どちらかというと自分の意見を書くというよりは、客観的に通りそうな意見を書いた方がおそらくいいんだろう。そう思います。なので、あまりに判例通説から外れたことは書かない方がいいかな。ただ、自己の見解と異なる立場に言及することって書いてるので、例えばね、有力説ぐらいだったら書いてもいいんじゃないか。その代わり通説を意識して書いていく。そういった聞かれ方であります。いいでしょうか。実際にね、具体的な問題、皆さん検討されていると思うので、ざっと見ていきますね。で、1、これバス事業者の、解説です。乗り合いバス事業と貸切バス事業に分けられるんですね。で、これいろいろ説明書いてますけど、おそらく皆様方がイメージする乗り合いバスっていうのは、本当にね、その辺りを移動する乗り合いバスと、旅行なんかの貸切バスと、そのイメージで問題ございません。で、2段落目ですね。で、乗り合いバス事業者が路線を定めて定期的に運行するバス、路線バスのうち、これ、高速道路を利用し、長距離の路線を定めて定期に運行するバスを、ここでは高速路線バスと呼ぶ。で、高速路線バスは、あくまで乗り合いバス事業の中の一つ。ただ、ちょっと長距離移動するんですね。例えばここ東京ですけど、東京だったら、例えば栃木県に高速道路で移動するとかね、ちょっと遠くに行く。で、ここちょっと重要なんで読みますよ。また、高速路線バス以外の路線バスについては、地域住民の日常的な移動手段として利用されることが多く、ここでは生活路線バスと呼ぶ。このあたり読み違えないでください。要するに、乗り合いバス事業者は高速路線バスと生活路線バスを運営することが多いということです。全部が全部じゃないけどね。で、現在、高速路線バスを運行する乗り合いバス事業者には、生活路線バスとともに高速路線バスを運行する事業者と、高速路線バスのみを運行する事業者から、これ現状ね。現状は両方あります。生活路線と高速路線両方運行する事業者と、高速路線バスのみを運行する事業者。で、次ね。高速路線バスの事業主体は乗り合いバス事業者に限定されているが、国土交通大臣の許可を受ければ、その運行貸切バス事業者に委託することができる。なので、貸切バス事業者は、今の法律の変わる前でも受けることしかできない、受託することしかできない、そういう制度になっています。で、2段落目、これはね、地方の深刻な人口減少が進む中、ほとんどの生活路線バス事業者が赤字だと言ってる。あとですね、高齢者の運転ミスによる人身事故の発生もある。ということで、ここで気をつけていただきたいのは、2の上から3行目の、このことは、これね、
地域の生活路線バスに依存する高齢者や高校生等にとって不可欠な移動手段を奪っており、日常生活に極めて大きな支障をもたらす。でさらに公共交通の衰退の結果、これですね、高齢者にとって自家用車が唯一の移動手段となっていることが、高齢者の運転ミスによる人身事故の発生が続いている状況にもかかわらず免許変更は進まない一因で、ここ重要なのは、これからね、新しい法律ができようとしてるんですけど、その法律を作る立法目的に関わってくるんですね、この2つが。で、勘のいい人分かると思うんですけど、ここまで読み進めて、まあ、おそらく経済的自由、職業選択とか営業の自由の規制なんだろうなって当たりはつきますよね。で、目的は積極目的か消極目的かというと、なんか前半はちょっと積極目的っぽいなって気もするけど、後半は消極目的っぽい気もしますよね。これおそらく、しかも真の目的はどちらかって認定できない、両方とも真の目的なんですね。なので、まあ、積極目的と消極目的が合わせ合った複合的な規制なんだろうなってあたりはつけます。じゃあ次3番ですね。そのような中、議員立法ができたということです。で4、これですね、議連で検討されているのは次のような規制である。規制丸1、高速路線バスの運行は生活路線バスを運行する乗り合いバス事業者にのみ認めるものとする。生活路線バスへの新規参入は、既存の生活路線バスを運行する乗り合いバス事業者の経営の安定を害さない場合に限り認めるものとする。この規制丸1ができようとしています。じゃあちょっとここ重要なんでね、少し板書で見ていきます。規制丸1番、まず高速路線バスに行きたい場合は、これ参入する場合は何が必要かというと、必ず生活路線バス運行が必要なんですね。生活路線バスを運行すると、運行しないと高速路線バス事業には参入そもそもできない。じゃあ生活路線バスへの新規参入できるかというと、これ既存事業者の安定を害さない限り認められるということで、この新規参入も規制される。この2段階の規制になってるんですね。そもそも高速路線バスに参入するのは生活路線バスの運行が必要だよ。で、生活路線バスの運行も新規参入規制がなされている、そういうことになります。じゃあちょっとね、ここ大事なんで、誰のどのような人権が制限されているか少し考えてみたいと思います。まずこれ既存事業者どうでしょうか。既存事業者で人権侵害されている人はいます。これ高速路線バスだけを運行する事業者って、これ今後ね、高速路線バス運行できなくなるかもしれないですよね。なのでまず高速路線バスのみ運行している、のみ今まで運行、していた事業者、これはこれから単独で事業できなくなるかもしれない。これが一つありますね。で、あとね、生活路線バス参入すればいいものの、
もう新規参入規制がある。で、この高速路線バスのみ今まで運行していた事業者は後しましょう。あの事業者はこれから単独で事業ができなくなるし、生活路線バスに参入して高速路線バスをやろうとしても、生活路線バス自体新規参入規制がかかっている。この2つが問題になってきます。あとですね、次は E。これから高速バスやりたい方。で、これから高速路線バス参入したい方も単独で事業不可だし。で、生活路線バスは、新規参入規制がある。で、さらに、これそんなにね、検討しなくてもいいけど、これから生活路線バス運行したい人。これもね、新規参入規制がありますから人権侵害があるわけですね。で、今なんでこんないろいろ書いてるかというと、実はですね、これ全ての事業者の人権侵害を全部取り上げていくととんでもない量になります。なのでね、ある程度絞って書かなきゃいけない問題だな、そう考えてます。で、まあ「う」はね、とりあえずそんなに重要じゃないのに置いといたとしても、「あ」と「い」の違い分かります？「あ」っていうのは既得権益ある人、いは既得権益ない人なので、やっぱりそれは憲法上の判断にあたってはちょっと変わってきますよね。書きましょうか。こっちはもう既得権益あった、つか今までやってきた人。で、これから参入する人はやっぱり憲法上の扱いは少し違うだろう。あとですね、人権もね、実は2つあって、まず単独で高速路線バス運行できなくなりますね。これ自体経済的自由の規制です。あとは、じゃあ生活路線バスと一体で高速路線バス運行するのはいいとして、生活路線バスにそもそも新規参入規制がある。で、これなんですけど、ターゲットとなる人権ね、これ3つ考えられるんですよ。ちょっと、板書用紙変えますね。要するに攻撃対象をどうするか。単独で高速バスダメ。この規制が違憲だっていうのか、あるいは生活路線バスの生活バスにしますよ。新規参入規制があることを攻撃するのか、単独で高速バス A にしますね。生活バス、新規参入規制 A に、B にしますね。あるいは C の道として、 A 足す B で一体として高速バスへの参入規制がなされているのか。一応ね、この A と B を別々に攻撃するか、 C で A 足す B で攻撃するかって問題があるんですよ。これどっちか、考えていかなきゃいけません。
で、これ要するに、A と B で戦うか、C で戦うかの問題。で、これなんですけど、答案でどこまで書くか。例えばこのレックの回答例は14条違反も書いてるんですね。22条の他に。22条と14条両方書いたら、これ A と B それぞれ書いていく暇ないんで、おそらく C で一体として戦うでしょう。で、そうじゃなくて14条捨てるんだったら、この A と B で両方書いていって細かく分析するのもありです。これはね、皆様方がどれぐらい答案の分量を書けるかによってます。司法試験、特にね、今回初めての方、憲法とか、まあ他の科目もそうなんですけど、完璧な答案はもともと書けません、2時間じゃ。なので、どれだけこう絞って書くかっていうのも問題になってきます。いいでしょうか。じゃあちょっとね、この辺りを踏まえた上で、問題文続き見ていきますね。規制丸2。これは都道府県が知事が定める特定の渋滞区域について、特定の時間帯における域外からの自家用車の乗り入れを原則として禁止する。こんな規制丸にもできたんです。で、規制丸にちょっと面白いですよね。規制丸にで制約されている人権って何になりますか？これまあいろんな考え方ありますけど、端的に移動の自由。端的に規制丸には移動の自由の制限とか。考えていくことができましょう。で、移動の自由ってのは居住移転の自由ですね。憲法上の言葉で言うと居住移転の自由なんで、まあ22条に書いてますよね。憲法22条をちょっと引いてください。22条1項ですね。もちろん13条で基礎付けてもいいんですけど、まあ、22条1項でいいでしょうね。憲法22条1項、何人も公共の福祉に反しない限り、居住移転、この移転でいいでしょうね。移転および職業選択の自由を有する。この移転でいいでしょう。で、これ担当知識を思い出していただきたいんですけど、移転の自由って何的自由ですか？経済的自由だけじゃなくて、精神的自由と人身の自由の側面もある複合的な人権だみたいなことは担当でやってますよね。なので、これ22条1項だとして、これ複合的人権なんですね。で、精神的自由の側面もあるから、じゃあ違憲になるかというと、ここで気をつけなきゃいけないのは、規制丸には移動の自由そのものを制限しているかというものだ。別に規制丸には立ち入り禁止区域を作っているわけではなくて、自家用車で、しかも特定の時間帯に移動するなって言ってるだけで、移動自体は禁止されてないんですよ。だから移動がしにくくなっているということで、これ何的規制と言います。まあ、間接的規制とか間接的制約とか付随的制約になってるわけです、これ。直接的制約ではない。なので、制約対応としてはそれほど厳しくない規制になってるんだな。そんなのを想定しながら読んでいきます。で、あとね、規制1と規制丸2の立法目的についていろいろ書いてるんで見ていきましょう。2ページ目。問題文の2ページ目の下側の X のセリフですね。そうです。地方バスの事業者は生活路線バスの慢性的赤字を
高速路線バスの収益と自治体からの補助金とで補填することにより経営を維持している場合が少なくありませんって書いてるんですね。要するにイメージ持っていただきたいんですけど、その辺のね、200円のバスっていうのは、200円ぐらいで乗れるバスありますよね、乗り合いバスっていうのは。あんまり収益良くなくて、それともそれでもじゃなくて、高速道路で例えば長野県とか遠くに移動して何千円っていう方が、まあ利益がいいんだろうな、そんなイメージつきますよね。でもう一つ、あとね、使うかどうかは別として補助金で補填。この立法目的っていうのは補助金で補填することでも達成できるんだなっていう意識も持ってほしいんですよ。要するに別の新規参入規制しなくてもお金あげればいいじゃないか、そういう発想もある、発想もあるわけですね。で次3ページ目いきましょう。でそこで、地域の移動手段である生活路線バスを運行する事業者の収益を改善して、これ以上の路線廃止や減便が起こらないようにし、可能であれば増便を促すなどして利便性が向上すればと思っています。でこう、つまりここですね、生活路線バスを運行する乗り合い事業者の収益を改善するために高速専業の乗り合いバス事業者を認めない、ここなんだということです。X さんは、さらに、高速専業だった乗り合いバス事業者も生活路線バスへ参入すればいいんだ。で、こうさん、じゃあすごく儲かる生活路線バスに新規参入すればいいじゃないか。X、いやいやそんなことはありませんよ。既存の事業者の経営の安定を害さないことを参入要件として定めているんです。で、こう、地域の移動手段に責任を持つ事業者に限るということですね。で、これも確認なんですが、生活路線バスに参入しなかった、あるいは参入できなかった事業者は X、 貸切事業者に転業して、受託はできるんだと言っています。まあ、このあたりを、拾っていって書いていくということになります。じゃあ次、規制丸に、都市部や観光地の交通規制。でこの都市部や観光地の交通規制って結構ね、諸外国ではもう導入されております。そういう国もあります。で X さん、はい、住民の日常生活にかかる地域交通の課題を洗い出してみたところ、渋滞によって住民の自家用車やバスによる移動が著しく困難で、さらに道路の確保もできず、通行もでき、歩くのも危ないし、緊急車両の通行もままならない。で広さ規制はこの辺りにバーッと書いています。で高さんで、ここね、関係者の間で反対する意見はありませんでしたかで、ここでいろいろ書いてるんですね。でここは是非使いたい事実ですよね。これ潰してくれって言ってるんです。まあ合憲でも違憲でもありました。まず規制丸1ですが、これまで高速専業だった乗り合いバス事業者からは、生活路線バスに参入しないと高速路線バスの運行ができなくなることが死活問題、生活路線バス用の車両の購入や営業所の設置維持、運転手の再教育に多くの費用がかかる、既存の生活路線バスを運行する乗り合いバス事業者の経営を脅かさずに参入できる地域があるのか、こんな疑問もあります。で規制丸には、候補地の住民からおおむね好意的な意見が寄せられているんですけど、他府県ナンバーの自家用車の運転手にも意見を聞いたらやむを得ないという声がある一方、自家用車との移動が規制されることに批判の声もあるし、渋滞の原因は観光バス等にもある、あまり意味ないんじゃないか、まあそういった声があるわけです。じゃあなんとなくね、問題文の概要をつかんでいただいたと思いますし、ポイントもつかんでいただいたと思うので、まずはレックの回答例を見ていきたいと思います。でここでいろいろコメントしていきます。第1、規制丸1についてです。1、規制丸1は高速路線バスを運行する場合についての条件を定めるものであるから、憲法21条1項に反しないか、また高速専業の事業者のみに規制を課すものであるから、14条1項に反しないかが問題となる。で、この回答例ね、すみません、レックの回答例なんですけど、ちょっとしたったらずですね。確かに高速専業の事業者のみに規制を課す側面もあるんですけど、そもそも生活路線バスに参入したいっていう事業者に対しても規制を課してますので、これちょっと不正確ではあります。ただまあそこまで限定されないかなと。一応これ生活路線バスに参入したい、
参入の規制もある。いいでしょうか。じゃあ、2、規制丸1はいかなる自由を制約するかについて、まあ、職業選択の自由とかの規制になってるよってことを書いていきます。で、これ答案の書き方なんですけど、いかなる人権を制約するかというときに、その人権の性質まで書いてやると、後々審査基準を、ね、導きやすいので、私もね、ここで書きますし、この回答者もここで書いてます。見ていきましょう。職業は、各人が自己の生計を維持するためにする経済活動であるとともに、分業社会においてはこれを通じて社会の存続と発展に寄与する社会的機能分担の活動たる性質を有し、各人が自己の持つ個性を全うすべき場として、これマークしましょう。個人の人格的価値とも不可分の関連を有するものであるから22条1項によって保障される。そして、選択した職業を遂行できなければ職業の選択を保障した意味がないことから、選択した職業を遂行する営業の人員も22条1項によって保障される、まあ、よくある論証ですね。でこれはご存知の方はご存知だと思いますけど、薬事法の判決の規範を使ったものになっております。でちょっとここでね、知らない方もいるかもしれないのでコメントしておきます。あのね、職業選択の自由と精神的自由ってどっちが上ですか？これ自体憲法学者の間で学説が分かれるんですね。でまず精神的自由の方が経済的自由より価値が高いって考えている人はいます。精神的自由の方が大切なんだ。これはね、二重の基準論を簡単に導けますよね。大事なものだから導ける。二重の基準。足部先生の後期、足部先生ね、長い学者生活の中でいろんなお考え変えられてますけど、足部先生の後期の考え方はこれですね。精神的自由の方が大事だという考え方です。ただ一方で判例はね、どうやらそうは考えてないようだ。判例は少なくとも職業選択の自由はすごく大事だって言ってます。で今の論証にもあった通り、人格的価値を有する これはっきり言ってます。でこの考え方ね、結構ね主流でね、だって皆様方もどっち選びます？掲示板で好きなことを書ける権利と弁護士になる権利だったらどっち選びますっていうと、まあ、なかなか難しいところがあるんじゃないかなということで、これも十分大事だ。ただしこれね、社会的に相互に、まあ、相互関連って言葉を使うんですけど、もうちょっと優しくして影響を与える、つまり他者への影響が大きいから規制の必要性が強いんだ。だから緩やかに審査。精神的自由よりはね、緩やかに審査。まあこんな発想に立ってですね、判例は。これね、ぜひ知っておいてください。
よろしいでしょうか。じゃあちょっとね、脱線しましたけど、解答例の続きに参りましょう。でここで、まあ、大事だ。あとは、営業の自由も保障されるって書きました。で過去に、本文において規制丸1により高速路線バスを運行するためには生活路線バスを運行しなければならず、生活路線バスへの新規参入は既存の生活路線バスを運行する乗り合いバス事業者の経営の安定を害さない場合という条件が付されている。つまりこの回答例はさっき板書でね書いた通り A たす B で やる考え方ですね。一体として規制されているという書き方になっています。これはこれでいいです。でこのような規制により高速路線バス事業者という職業を選択するためには、これマークしましょう、職業を選択するためには生活路線バスを運行しなければならないという入り口での制約が課せられている。なのでこれも職業選択の自由の制約だということです。どのような職業を選択するかという重要な人格的価値に影響を及ぼすことから高速バス事業者の職業選択の自由が制約されている。営業の自由の制約より職業選択の自由の制約の方が規制対応は厳しいですよね。そもそもその職業につけないって規制だから。でここね、もし書くんだったらもうちょっと分かりやすくするためにこの重ねの後ろに、しかも生活路線バスの新規参入は無条件に許されるわけではなく条件がある。無条件に認められるわけではなく条件があるか。まあ、こんな感じで書いていきましょう。しかも生活路線バスへの新規参入は無条件に認められるわけではなく条件がある。まあ、こんな感じに書いていきましょう。よろしいでしょうか。じゃあ続きですね。で、このような見解に対して規制丸1はあくまで高速バス事業者として営業をすることに対する制約であり、営業の自由を制約しているに過ぎないとの見解が考えられる。これ反対の見解にも触れろっていう問題文の指示があったのでちゃんと触れています。でこれ結構重要で、いや単に高速事業バスを運行するには生活事業もセットでやりなさいって言ってるだけだ。しかも生活事業バスの免許ちゃんと出すよと、既存のバス事業者の運営を脅かさないところだったら出すよって言ってるんで、単なる営業の自由の制約だ。これ考えられますよね。しかし本文において既存の生活路線バスが運行してない路線に限り新規参入を認めるという運用を考えており、でこれやっぱ指摘したいですよね。慢性的赤字が続いている生活路線バス業界において収益を上げることは難しい。もっと言うとこれ赤字路線に参入しなさいって言ってるようなもんですよね。誰がやるかっていう話。ってことは現実的に見るとこれ参入できないじゃないか。まあそこまで言うかは別にしてね、また参入に際してのコストもかかることから、高速路線バス事業者がこれいいですね、その職業を選択すること自体が困難になっている。だからこれ実質参入規制なんですね。実質できないわけですよ。で高速路線バス事業者の職業選択の自由を制約している。じゃあ次3審査基準です。規制丸1により高速路線バスの事業者は、職業選択の自由の制約を受けるもののかかる制約が正当化できるかが問題になる。規制丸1は本人ではいかんともしがたい職業選択自体に対する規制であり、でちょっとねここもねこの回答例したったらずなので少し解説していきます。当然ね本人の努力では克服できない事柄に対する人権制約っていうのは非常に厳しい対応で厳しく審査されます。で今回の規制はどうですか。でもこれって努力すれば
生活事業バスやりますよ、これ努力でなんとかある。あとね、エリアを限らずに言えばどっかはできますよね、全国のどこか。じゃあ本人の努力でなんとかなるんじゃないかって話があるんです。ということは、本人ではいかんともしがたいっていうと、何か一言付け足してあげなきゃいけないわけです。ということは、これね、ちょっと付け足しましょう。ここ、本人ではいかんともしがたいの前に、これもね、生活路線バスの参入の地域を選べないことまで考慮すると、まあ、こんなマクロ言葉を入れてやりましょう。まあ、地域選べるんですけど、まあ、完全に選べるわけじゃないですよね。ので実質的にはみたいに入れてやる。生活路線バスの参入の地域を選べないことまで考慮すると、実質的には本人ではいかんともしがたい職業選択自由に対する規制であり、まあ、こんな感じでつなげていきましょう。で、本人ではいかんともしがたい職業選択自体に対する規制であり、かかる制約を正当化するには規制目的のみから判断することなく、規制の対応も合わせて考慮すべきである。で、これね、結構使う話で、私もね、この論証を使います。目的と対応、審査基準ってどういうふうに立てるかというと、足部先生なんかは人権の性質を規制対応で決めるんですよね。で、今回経済的自由なんで、規制の目的をも入れ込んであげたい。なので、規制目的だけじゃなくて規制対応も合わせて考慮する。具体的には、参入制限の場合であって、本人の力ではいかんともしがたい制限である場合には、規制が重要な公共の利益のため必要かつ合理的なものであるか否か、その規制手段より緩やかな制限によってその目的を達成するかことができるかによって判断する。まあ、これこう言い回しですけど、 LRA に比較的近い審査基準をこの方は立てています。LRA でももちろんいいですし、厳格な合理性でももちろん構いません。で、過去にこれに対して小売市場判決によれば、経済活動の規制で7ページについては、経済の調和の取れた発展を確保することを目的とする積極目的の規制と、国民の生命及び健康に対する危険の防止等を目的とする消極目的の規制を区別して、制約を正当化できるか判断するべきであるという見解、規制目的二分論によるべきであるとの見解も考えられる。で、これちょっと補足です。このとは小売市場判決だけ挙げてますけど、小売市場と薬事法距離制限両方合わせて読むとの方がいいでしょ、これ。なので、ちょっとね、6ページのところ、小売市場判決およびにしてください。および薬事法判決、薬事法距離制限違憲判決にしましょう。薬事法距離制限違憲判決。小売市場判決および薬事法距離制限違憲判決によればの方が正確ですね。目的二分論使うんじゃないかということです。じゃあですね、7ページ目の続きです。で、目的二分論使うんじゃないか、しかし本文において規制丸一を制定する目的は、これマークしましょう。公共交通の維持拡充や生活路線バス事業者の収益の改善といった積極目的と考えられる一方で、公共交通を維持することによって高齢者との移動手段を確保し、これ高齢者による運転ミスによる人身事故を防ぎ、生命に対する危険を除去するという目的、この2つの目的が認められて、先ほど申し上げた通り、これどっちがメインかって決めがたいものですね。メインが決められれば、そっちだ、そっちの目的だって言い切っていいんですけど、これ決められない。だからよって規制の目的は複合的であり、
目的を区別することに基づく規制目的に異分論によることは適当ではないとしています。で、実際ね、最近の憲法学者の先生は、まあ、規制目的に異分論ではなくて、あくまで目的ってのは考慮要素の一つだ、薬事法距離制限でも消極目的だってのはめちゃくちゃ考慮はしてますけど、あくまで一要素だとする考え方の方が主流でしょうね。じゃあ括弧さん、じゃあ実際に目的が重要かを見ていきます。規制丸1は、生活路線バスを確保することによって持続可能な地域交通システム法1条の目的である、これをマークしましょう、住民の移動手段を確保するためのものであり、移動手段の確保は生活の基盤をなすものであるから重要な公共の利益であるといえる。はい、ちょっとここでコメントしていきます。で、これは目的が簡単に言うと重要かどうか、立法目的を審査しています。で、立法目的はね、どう考えます？立法目的というのは基本的に1条に書いてますよね。立法目的というのは法1条に書いてます。大抵これ法1条に書いてるんですけど、でもこの法1条の目的の解釈は許されます。なので法1条の目的に解釈を加えてそのまま引っ張ってこなくてもいいってことです。いろんな事情を、入れ込んで書いてあげてください。ただ専門的に言うと同期審査は許されないとされます。だから国会がなんでこの立法を作ったかっていうまでをあんまり盛り込みすぎるとダメ。ただこれ程度問題です。試験との関係では1条の目的を中心にいろんな事情を入れ込んで目的を認定してやる、そんなイメージになります。じゃあ次ですね。で、あとね、これは私の憲法講義聞いたことある人よく言ってることなんですけど、まず法1条の住民の移動手段を確保するためのものであり即重要だってやらないでくださいって言ってます。目的はなんちゃらだ、だから重要だって、これ別にロジックないですね。ただそうは言ってもこれ皆さん迷ったことありません？目的が重要とか、あとは正当とか、必要不可欠とかいろいろあるけど意味がわからないと、これ感覚じゃないか。その通りです。実は学問的に言うと正当っていうのは基本的に国会の立法は全部正しいっていう前提で、よっぽどひどい場合だけ違憲にする。必要不可欠というのはその逆ぐらいの意味しかありません。ただね、試験との関係でいうと重要となんちゃらは重要の間に一言だけ入れてください。ワンクッション入れると答案らしくなります。それがこれ、住民の移動手段を確保するためのものであり、これがワンクッション、移動手段の確保は生活の基盤をなすものであることからって一言入れるだけで最もらしい論文になります。だから重要だ、目的はなんちゃらで重要だの間に一言説明を入れる、これやるだけで皆さんの答案だいぶ変わりますので、ぜひこれすぐ実践できると思いますのでやってみてください。このレックの回答で実は広報系はですね、私の元ゼミ生で合格者が作っているので、その辺多分覚えられてるんでしょう。じゃあ次ですね、で、最もその規制対応は前述の通り高速専業、これマークしましょう、高速専業の事業者に参入要件が厳しい生活路線バスへの参入を課すものであり、事実上参入ができず高速専業のバス事業者は廃業に追い込まれかねない。ここまで書いてほしいですね。いいですね。じゃあ続きですね。確かに高速路線バスを運行できなくなった場合には貸切バス事業に転用すれば、生活路線バスを運行する乗り合いバス事業者から高速路線バスの運行を受託することはできる。しかしこれマークしましょう、事業形態自体の変更を伴うものであり高速路線バスの事業者にとって負担が大きい。
で、さらにもうちょっと書くなら、これ受託できるできるって言っても法律上の話ですね。実際に契約相手見つけてきて受託できるかどうかっていうのは、これ営業の話で保証ないですね。なのでそれも書いてやるといい。また実際に受託できる保証もない。こんなも入れ込んでやっていいでしょう。むしろね、今までの高速事業バスが1回廃止して、じゃあ受託しますって言ったらね、委託先の会社にがやっちゃうかもしれないですね。じゃあ私がやりますよってなっちゃうかもしれない。でこのような規制対応では高速路線バスの運行自体の減少がし、これいいですよね、かえって移動手段がなくなることにつながりかねず、かえって法一条の目的に反するえことになりかねない。よって規制が必要かつ合理的であるとは言えない。逆効果だと言ってます。で仮に規制が必要かつ合理的である場合であっても、高速路線バス事業者のみに規制をかけるのではなく、これマークしましょう、生活路線バスが運行していない路線の運行に関してインセンティブを設ける、まあ、補助金を設けてもいいし、なんかね、生活路線バス運行してほしいところに何かインセンティブを設ける、これがいいんじゃないか。あるいはタクシーと他の交通機関との連携を図るといった、より緩やかな制限によって目的を達成することができる。かっこよ。以上より、規制丸1による制約は正当化できるとは言えず、22条1項に反し違憲である。まあこういった結論になってきます。よろしいでしょうか。で次、14条1項、これね、あの人によると思います。書いてもいいし書かなくてもいい。私だったら書かない、14条1項書かなくて経済的事情を思いっきり厚く書きます。ただ確かに14条1項の問題もあるので書いてもいいです。とりあえず見ていきましょう。14条1項違反について、括弧1、規制丸1によって高速路線バス事業者の中でも高速専業である事業者のみ規制が課せられることになる。そこでそのような区別が14条1項に反しないか問題となる。でこれ一般的な論証ですね。括弧2、14条1項が定める法の下の平等とは、個人の差異を前提として同一の事情と条件の下では均等に取り扱うこと、いわゆる相対的平等ですね、を意味するものであり、絶対的平等ではなく相対的平等を意味し、そのような取り扱いを実現するため法内容の平等も求められるものである。あの今日ね、憲法14条メインじゃないんですけど、一応お話しときますと、14条の話出たら、ここのね、相対的平等なのか法内容の平等も入るっていうところはめちゃくちゃコンパクトに書いてください。ただ書いた方がいい、やっぱり点数あるから。これぐらいにコンパクトにあっさり書く。じゃあ次行きましょう、8ページ、そこでいかなる区別も、許されないと解するのは適当ではなく、合理的な区別であれば許容され、いかなる区別が合理的な区別と言えるかのについての審査基準が問題となる。で本文における区別は高速専業であるという点に着目したものであり、14条1項公団の列挙自由には該当しないものの、職業という容易に変えがたいものに関する区別であることから厳格に判断すべきである。でこれ何と何の区別かっていうと、これね、当該立法って高速バスだけやっているバス事業者への狙い撃ち的規制な側面はあるんですよ。確かにそこに着目して書いてる、そういうことになります。で、具体的には目的が重要で、手段と目的との間に実質的関連性があるか否かによって判断する。で、かっこよ、確かに規制丸1により高速専業であった事業者を生活路線バスに参入させることを促すことにより、生活路線バスの増便につながり利便性が向上するようにも思える。しかし生活路線バスへの参入は既存の生活路線バスが運行していない路線に限り認めるとの運用を考えている。その上、生活路線バスに参入することはコストの面からも事実上困難であることから、高速専業の事業者が事業として利益を上げることも難しい。以上を鑑みると、規制丸1の目的は生活路線バスを運行する事業の収益の改善にあると言える。このような目的は特定の事業者のみの救済を念頭に置き、その他の事業者に過大な負担を強いることになりかねず重要であるとは言えない。まあこれいろんな考え方ありますけど、重要でないと言いました。で目的が重要であるとしても、規制丸1によって課せられる条件が厳しいものであることから、
高速専業の事業者の生活路線バス事業への参入は事実上難しいため、生活路線バスの増便に必ずしもつながるとは言えず、手段と目的の間に実質的関連性は認められない意見と言っています。でちょっとね、回答例に14条出てきたので少しね脱線します。ちょっと分析会の趣旨から脱線しますけど、まあ関連はします。あのね、そもそも14条ってどういう時に書くかってお話をさせていただきたいと思います。でその前提として、平等権違反の場合の違憲審査基準の考え方は大きく分けて2つあります。それをまず少し板書を使ってね お話しさせていただきます。で大きく分けて判例と芦部先生の考え方、これご紹介しましょう。でまず括弧1、判例。判例の基準は簡単、区別が合理的か否か。もし嘘だと思われたら、国籍法違憲判決から存続殺重罰規定判決まで全部見てください。判例はこれしか言ってません。区別が合理的か否か。そしてこの合理的っていうのは、違憲審査基準の合理的関連性の基準と同じかどうかって争いはあるんですけど、大体似たようなもので、めちゃくちゃ緩やかな基準です。だから原則14条違反は合憲になります。でなんで判例はこんな緩やかな基準を使うんでしょうか。それね、よく司法試験の論証にもあるあれですよ、福祉国家の理念から括弧憲法25条1項3章あれです。これ何言ってるかというと、福祉国家っていうのは所得の再分配を含む国家なんです。金持ちから取り上げて貧乏人にあげる国家です。乱暴な言い方をするとね。そこに区別差別っていうのは織り込み済みなんですよ。だからある程度の区別っていうのは必要だから、福祉国家において緩やかに判断します。しかし判例もいつでも緩やかではなくて、実はですね、本人の努力で克服不可能な場合で、克服できるか否かと、区別の対象となっている地位権利の重要性、重要性を考慮して、審査密度を上げる場合があります。国籍法違憲判決を思い出してください。あれ本人の努力で克服できないし、日本国籍っていう地位の重要性を考慮して審査密度を上げて、ある程度厳しく審査した。で論文でもし使うなら、審査密度を上げるっていう表現よりも、より厳しい審査基準を使いますって置き換えてやった方が書きやすいです。これが判例の考え方ね。で一方、芦部先生はこう考えます。芦部先生の他にもこの考え方を採用する人いるんですけど、区別の対象となっている権利と同じ基準を使う。これ例えば職業選択の自由に対する区別だったら、職業選択の自由の審査基準と同じ基準を使うわけです。これ非常に説得的な一方で最大の弱点があります。それはね、職業選択の自由の後に14条1項を書くと同じことを2回書くことになる。
これ私昔答案でドツボにはまりました。これ同じこと2回書いてないかって言って筆が止まったんですよ。なのでこれ実は同じことを2回書く危険性がある。まさにさっきのレックの答案例、まあ、レックから出して申し訳ないんですけど、14条同じこと書いてませんでした。職業選択とほとんど同じなんですよ。なのでほとんど同じこと書いて、じゃあ2倍点数がつくかというとおそらくそうではないんですね、司法試験。なのでこれ危険あります。ただ足部説でも実は公団列挙自由だと審査基準上がりますよね。公団列挙自由だと基準上がってかえって14条の方が勝ちやすくなるので、これは同じこと書くことになりません。だから公団列挙自由の場合は足部説でも違うことを書けるということです。じゃあまとめね。じゃあこの説の違いがあるんですけど、どちらの説でもいいです。14条1項をどのようなシチュエーションで書くか、書くべき場面、でこれ一言で言うとね、14条1項が勝ち筋な場合、他の人権よりも、で14条1項が勝ち筋って言われてもピンとこないと思うので、いくつかね細かい類型化をしていきましょう。一つ目はそもそも他の権利で構成が困難。他の権利で構成が困難な場合は14条1項で書くしかないですよね。むしろこれ1個例挙げましょうか。存続殺重罰規定違憲判決、あれ14条1項で構成できますかね。存続こうか、あ、属違うな、こっちか。あの存続殺重罰規定違憲判決、他の権利で構成できなくはありませんよ。どうやるかっていうと、憲法31条1項は刑事手続きの法定及び適正のみならず実態の内容の適正をも決めていると論じた上で、刑罰の均衡が取れていないから31条違反っていうことはできるんだけど、なんか上じゃないですか。14条でスパッといきましょう、そういう話です。でもう一つは他の権利が経済的自由とか生存権とか経済的自由とか、あんまりちゃんと審査してくれないようなやつ。で、極めつけはこれですね。やっぱり一番多いのは14条1項の審査基準が上がるパターン。これ判例だったら本人の努力でどうしようもない、足部説だったら公団列挙自由、こんなものは14条1項の審査基準が上がるので14条1項を書いた方がいいという場面になります。ただね、これ本人の努力で克服不可と公団列挙自由ってほとんど重なりますよ。だって性別とかね、社会的身分とか人種なんか本人の努力で克服不可能な場合多いですから、実際上はあまりここは区別しなくてもいいかもしれません。で、ちょっと脱線しましたけど、
この考え方を取るなら、私はこれ14条1項書くというよりは22条1項もっともっと厚く書いた方がいい問題だとは思います。でも14条書いてももちろん間違いではありません。いいでしょうか。では答案例に戻りまして、8ページ目の下側をご覧ください。規制丸2です。第2規制丸2について、規制丸2は特定区域における特定区域外からの自家用車の乗り入れを禁止するものであり、特定区域外の住民の移動の自由を制約し22条1項に反しないかが問題となる。で、2規制丸2はいかなる自由を制約するかについて、括弧1、個人が自由に経済活動や労働を行うためには移動の自由が必要であり、いいですね。この移動の自由をまず設定してあげて、現代においてこれマークしましょう。広く知的な接触の機会を得るという精神的自由の面においてもかかる自由は重要であるため、22条1項はこれを保障している。移動の自由なんだ、重要なんだ、しかも精神的な自由の側面もあるんだ、書いてあげます。で、過去に本文においては規制丸2により特定区域外からの自動車の乗り入れが一定の区間並びに時間帯において禁止されていることから、一時的な移動であっても22条1項により保障されるかが問題となる。で、これね、ちょっと分かりにくいんですけど、私がさっき口頭で述べた間接的付随的制約って話です。要するにこのタイミングだけ入れないんですよね。全面的な移動の自由制約されてるわけじゃないから、これ本当に制約とされるのかということになります。しかもね、ちょっと自動車の乗り入れの一定区間時間帯の禁止だけだってことです。間接的付随的制約じゃないか。で、確かに制限されるのは一定の区間並びに時間帯で、さらにここに付け足しましょう、および自動車による移動のみ、自動車による移動一定の区間並びに時間帯および自動車による移動であることから、制限を受けない時間帯等に移動すればいいため制約は認められないようにも思えるということになります。しかし制約される時間帯として予定されているのは、観光地では週末や休日の午前9時から午後5時ぐらい、住宅密集地で、9ページ目もありまして、では通勤通学の時間帯が想定されており、当該地域を利用する者にとっては重要な時間帯であり、その移動が難しくなると経済活動やその土地に出向いてさまざまな情報を摂取するということも困難になる恐れがある。で、これね、若干したったらずではありますけど非常にいい書き方です。何言ってるかというと、情報摂取っていうのはタイミングが重要ですよね。この時間に行けないと意味がない。例えばね、どっかの博物館に行って調査をすることを考えてください。昼間行けないと意味ないですね。普通は昼間しかやってないから、それを言ってるわけです。なので重要な時間帯、さまざまな情報を摂取するということも困難。このあたりね、やっぱり若干現場思考必要なんですけど、こういってね、ちょっと考えて書けると憲法めちゃくちゃ点数上がってきます。でよって、前述の通り移動の自由を保障した根拠に鑑み、本門のような一時的な自動車の乗り入れについても22条1項によって保障されるということになります。で、ちょっとコメントしておきます。ここでたまに質問を受けるのは、いや先生、この回答例素晴らしいの分かったけど、僕こんなこと書けません、私こんなこと書けません、そういう場合はね、ちょっと知ってる知識から類推してほしいんですよ。で、ここでね、一つね、私が挙げるのは、こんな話聞いたことありません？表現の自由で。内容中立規制に見せかけた内容規制。知らないって方はね、今ねマスターしてください。そんなに難しい話ではない。まず内容中立規制と内容規制の区別はいいですね。表現の自由で、時場所方法の規制が内容中立規制で、内容に着目した規制が内容規制です。例えばこんな例どうでしょう。共産主義の演説は
AM9 時00分から AM9 時15分のみしてよい。極端な例ですよ。これ時の規制ですから内容中立規制ですよね。いいんですかね、内容中立規制で。これこんな法律できると、共産主義の演説は9時から15分間しかできなくて、一切禁止してるのにかなり近くなってきますね。だからこれ時の方法に見せかけて、実質は内容規制。ここがポイントで、実質的に見ると内容規制なんですね。で、実際に内容に着目してもいます、共産主義って言ってね。見ると内容規制。で、ここから言えるのは、いくら時の方法といえども重要なところを規制されてしまうと、それは非常に強い内容規制なんだっていう話なんです。そんなに難しい話ではないので、ぜひ理解してください。で、今回も一緒、朝9時から午後5時までっていう重要な時間を全て規制されてるってことは、これ実質的に見て直接的規制と一緒なんじゃないか、そういう発想なんですね。なので、ここもその重要な時間帯を規制されていると、本当に直接的規制と等しいんだ、そういう発想になってきます。これね、憲法の考え方、いろんなね、さっきの内容中立規制と内容規制の話みたいなものから類推できます。いいでしょうか。じゃあ次、3、審査基準について。括弧1、規制丸2による制約が正当化できるかが問題となる。確かに移動の自由には、個々人が自由に移動することによってさまざまな情報を摂取するという精神的側面を有する上に、この精神的側面をマークしましょう。規制丸2に違反した場合は、法工場2による過料という金銭的な負担を課せられるという不利益を被ることから、厳格な審査基準によるべきとも思える。まあ、過料をどう評価するかですね。刑罰でないから緩やかな規制だって評価も当然可能です。しかし、規制丸2の目的は交通渋滞による通行障害の除去を目的としており、これマークしましょう。どのような地域にどのような規制をすることによって交通渋滞という社会問題を解消するかについては、専門技術的判断が要求。これいいですね。で、また、特定区域外の住民であっても、特定区域内の住民が自動車に乗り合わせている場合には、規制対象とならず、他の交通で、これも重要、他の公共交通機関等における移動は可能だから、あらゆる場合において特定区域内に入ることを制約するものではない。だから比較的緩やかな規制だって言ってます。裁量が大きいし緩やかな規制だから、違憲審査基準はそこそこでいい、ということになります。あとね、これ書いてもいいですよ。交通渋滞による通行障害の除去を目的として移動を禁止するって、何規制って言いましたっけ。これはね、付随的規制と言います。他の目的でたまたま規制されてしまったね、付随的制約なので、それを書いてやってもいいですよ。付随的制約、付随的制約であることも、違憲審査基準を緩やかにする一つの要素になります。じゃあ審査基準、そこで規制丸2による制約が正当化できるかを検討するには、目的が重要、手段と目的の間に実質的関連性、厳格な合理性の基準ですね。で、括弧2番、まず本門における目的は、観光地や住宅密集地における交通渋滞による通行障害の除去を確保することによって、住民の歩行や緊急車両の走行を確保することにある。で、このあたりもね、漏れなく拾っていってくださいね。住民の歩行も緊急車両の走行の確保も全部目的です。で、かかる目的は、住民の安全安心な生活を確保することの基盤をなすから重要。じゃあ実質的関連性あるか、確かに。で、ここも拾ってってください。観光地における交通渋滞の原因は、自家用車だけでなく、これマークしましょう、観光バスにも起因。自家用車のみを規制したとしても、交通渋滞の解消には至らないとも思える。しかし、観光バスは自家用車に比べ運搬できる人数が多い。これ、観光バスは運搬できる人数が多いってことは、渋滞にそこまでならないってことですよね。
また自家用車の使用禁止で他の公共交通機関の利用を促すことにつながるので、このような事情に鑑みれば自家用車での乗り入れを規制するという手段は交通渋滞の解消という目的達成のために役立つといえマークしましょう。実質的関連性を有しているそう言えます。よって規制丸2による特定区域外の住民の移動の自由に対する規制約は正当ができるため規制丸2は合憲。よろしいでしょうか。で、今回の問題は結構ですね、書いてほしいことが問題文に書いてあったので、それを思いっきり拾ってやってきちんと立論できれば比較的書きやすいとは言います。で、もちろんね、ご自身の答案がね、良かったか悪かったかっていうのを見直しておいていただきたいんですけど、まあね、司法試験ね、今回で合格できる方もですね、実務家になるわけです。で、もし万が一ダメだった方も当然来年受ける方多いわけです。で、一つ知っておいていただきたいのは憲法ね、まあ著名な憲法学者の言葉かりと定石、定石というかね、要するに憲法の教科書に載ってないけどよく使うテクニックみたいなものが重要なんですよ。一番簡単なのは間接的付随的制約だと違憲審査基準は緩やかになるとかね、そういったものをたくさんね、いろんな回答例とかから盗んでいただくとすごく点数が伸びていきますので、ぜひこれからもね、頑張ってください。ということで行政法いきましょう。で、行政法、農地法と、農信法出たのでびっくりした方いらっしゃると思います。ただね、これも問題文と誘導をゆっくり読めばなんとかなります。でね、まず問題文、これバーって書いてますよね。で、第2問の最初は要するに地域に医療施設を建てたいので農地を転用したい。農地転用にはご存知の通り農地法の許可が必要です。で、農地法の条文もね、見ながらいきましょう。で、ちょっとついてる農地法の条文も、一緒に見ましょう。これね、16ページの資料1ってやつですね。関係法令、農地法、農地の転用の制限4条。農地を農地以外のものにするものは都道府県知事の許可を受けなければならない。で、重要なのは6、第1項の許可は次の各号にいずれかに該当する場合にはすることができない。1号、次に掲げる農地を農地以外のものにしようとする場合、農用地区域内にある農地、つまり農用地区域内にある農地は転用ができないですね。だから農用地区域っていうものを外す必要がある。まずそこからスタートになります。で、結局ね、上から 1,2,3,4、 このため農地法41項に基づく農地の転用許可の取得が必要となり、 X が B 氏の担当課に相談したところ、農業振興地域の整備に関する法律、以下農信法8条1項に基づき B 氏が定めた農業振興地域整備計画の一環としての農用地利用計画により、本件農地が道上2項1号所定の農用地区域内の農地に指定されている旨を指摘された。でね、これいろんなやり方あると思いますけど、私はもう問題文に出てきたたびに参照条文全部引いちゃいます。なので見ちゃいましょう。農信法の8条1項ですね、これ16ページにありますけど、農信法の8条1項はこう書いてる。都道府県知事の指定したいつの農業振興地域の区域の全部また一部がその区域内にある市町村は、その区域内にある農業振興地域について農業振興地域整備計画を定めなければならない。でね、これ要するに都道府県知事が農業振興地域では定めるんだな。で、市町村がその農業振興地域整備計画を定めるんだなってことがここでわかります。じゃあ次ですね、問題文に戻りまして、で、農用地利用計画があって、農地が道上2項1号所定の農用地区域内の農地に指定されている。行ったり来たりで申し訳ないんですけど、2条も見ましょう。農信法2条、個別行政法の条文重要です。この法律に基づく農業振興地域の指定及び農業振興地域整備計画の策定は、農業の健全な発展を図るため土地の自然的条件、土地利用の動向、地域の人口及び産業の将来の見通しを考慮し、
かつ国土資源の、合理的な理由の見地からする土地の農業上の利用と他の利用との調整に留意して農業の近代化などの必要な条件を備えた農業地域を保全し及び形成することなびに農業地域について農業に関する公共投資その他農業振興に関する施策を計画的に推進することを旨として行うものとする。でこれが農振法の2条ですね。で問題文いくとそのままでは同法17条および農地法4条6項1号2により転用は認められないんだ。で農振法17条 見ましょう。これは17ページの下側に書いてますけど都道府県知事は農用地区域内にある農地及び再送放牧地についての同法4条1項の許可に関する処分を行うにあたってはこれらの土地が農用地利用計画において指定された用途以外の用途に供されないようにしなければならない。あとさっき見た農地法の許可ができないっていう条文からこれですね、本件計画の変更により本件の地を農用地区域から除外することを申し出なければならない旨を伝えられた。計画変更をしないとダメなんだよっていうことを伝えられました。じゃあ次の段落ですね。でここら辺から重要になってくる。 X の相談を受けて B 氏の担当課が精査したところ本県農地を含む区域においては平成13年4月頃から A 県により国の補助を受けて土地改良法に基づく土地改良事業として農業用の用排水施設の改修事業以下本県事業というが実施されていたことが判明した。すなわち本県事業は従来の用排水施設の老朽化に伴い大雨時の周辺農地の冠水や施設維持管理労力の増加等の弊害が顕在化したために施設の補修改修を行うもので本県農地を直接の受益地とする上流部分については平成20年末頃には工事が終了していたもののその後の計画変更による工事の中断もあって全体としては平成30年12月に完了している。そのため同課においては本県事業はこれですよね、農振法10条3項2号および農振法法律施行規則4条の3、1号2の事業に該当し施行令9条により8年完了するまでは農振法13条2項5号の要件を満たさない。でこのあたりになるとねうわっときたと思うんですよ。うわっときたと思うんだけどこのあたりの条文をちゃんと把握できればそれほど難しい問題ではないです。なので頑張ってまず農振法10条3項を見ましょう。いや私なんかはねこれ重要な条文にこういうふうにね丸をつけていって読んでいきました。農振法10条3項レックのレジュメだと16ページの下側にあります。市町村の定める農業振興地域整備計画のうち農用地利用計画は当該農業振興地内にある農用地等及び農用地等とすることが適当な土地であって次に掲げるものにつき当該農業振興地域における農業生産の基盤の保全整備及び開発の見地から必要な限度において農林水産業総令で定める基準に従い区分する農業上の用途を指定して定めるものでなければならない。で2号、土地改良法に規定する土地改良事業またこれに準ずる事業で農業用用排水施設の新設または変更区画整理農用地の造成その他農林水産業省令で定めるものの施工にかかる区域内にある土地これが、農用地利用計画が定められる土地になっています。で農振法施工規則4条ですね、これ18ページにありますけど4条の3法10条3号2号の農林水産省令で定める事業は次に掲げる要件を満たしているものとする。でここで1号次のいずれかに該当する事業市として農用地の災害を防止することを目的とするものその他の農業の生産性を向上することを直接の目的としないものを除くであること。で次これいいですね、農業用排水施設の新設または変更当該事業の施工による農業の生産性の向上が相当程度図られると見込まれない土地にあっては、当該事業を除く、まあ、これに当たるんだとしております。じゃあ次ですね、次の条文は
施行令、脳神法施行令9条。脳神法施行令9条は17ページですね。これ。法13条2項5号の政令で定める基準は、当該変更に関わる土地が、法10条3項2号に規定する事業の、これね、事業の工事が完了した年度の翌年度の初日から起算して8年を経過した土地であることとするって書いてある。で、ここに出てきた、農信法13条2項ですね。13条、農信法13条を見ましょう。都道府県または市町村は、農業振興地域整備基本方針の変更もしくは農業振興地域の区域の変更により、また経済事情の変動その他情勢の推移により必要が生じたときは、遅滞なく農業振興地整備計画を変更しなければならない。で、2項。前項の規定による農業振興地域整備計画の変更のうち、農用地等以外の用途に供することを目的として、農用地区域内の土地を農用地区域から除外するために行う農用地区域の変更は次に掲げる要件のすべてを満たす場合に限りすることができる。で、5号。当該変更にかかる土地が10条3項2号に掲げる土地に該当する場合にあっては、当該土地が農業に関する公共投資により得られる公用の確保を図る観点から政令で定める基準に適合していること。あ、8年経ってないんだな、ここだな。ちょっと苦しいんだけど、ここを理解していただければ割とあとはスムーズです。で、ここまでの条文理解していただいたら、ちょっと問題文に戻りまして、問題文の3段落目で、しかし X はこれに納得せず、 B 市長が定めた農業振興地域整備計画の管理に関する運用指針4条1項により、令和元年5月8日、B 市長に対する本件計画の変更申し出書を所定の窓口に提出しようとしたもの、その受け取りを拒否されたため。考え方、これ返礼かなと思いますよね。受理しないとダメなんじゃないか。で、即日本件申し出書を担当課に郵送した。で、ここでね、指針が出てくるので、レックのレジュメ18ページの真ん中の資料に、B 市農業振興地域整備計画の管理に関する運用指針、これ見ていきましょう。目的1条、農業地区域は今後おおむね10年以上にわたり農業上の利用を確保すべき土地について設定するものであり、農業地利用計画の変更については十分慎重を期す必要があるため、その場合における運用基準を定めるものである。この目的を定めます。で、次4条、農用地利用計画の変更を必要とするもの以下申し出人というは、別に定める申し出書と必要な関係書類を添えて政府2部作成し、農業振興課窓口に提出しなければならない。2個、農用地利用計画の変更の申し出が計画を変更すべき事由に該当する場合には、 B 市農業振興審議会に付議し意見を求めるものとする。3個、農用地利用計画の変更するときは県と事前に協議を行うこととする。4項、申し出書による農用地利用計画の変更の可否については申し出人に通知するものとする。お、何か利用計画の変更の申し出は提出しなければならないみたいな条文があるんだな。ただこれは運用指針なんだなというところで理解しておいて、問題文に戻ります。で、受け取り拒否されたため郵送したんですね。で、本件申し出書は同月10日、同課に到達したが、同課はこれを X に返送した。で、これについて X が同課に電話で問い合わせたところ、同課職員は所定の期間、8年が経過するまでは、本件農地についての申し出を受けることはできない旨を伝えた。これに対し X は申し出をやめる意思がない旨を職員に伝えたものの、その後、翌令和2年5月中旬になっても、B 氏から本件計画の変更またはその拒絶についての本件運用指針44項による通知は受けていない。まあ、こういった状態ですね。で、設問1は、X は B 氏を被告として抗告訴訟を提起することを考えている。で、これね、本件計画の変更及びその申し出の拒絶は抗告訴訟の対象となる処分に該当するか。まずこれ計画っていうことは行政計画とも思えるんですよね。行政計画っていうのは一般に処分性ないから、その変更が処分性あるかっていうのは問題。あとはその申し出の拒絶、そもそも申し出を拒絶することも変更計画に処分性なかったら計画変更しませんよっていうことも処分じゃないんじゃないのかっていう話になってます。で、3ページ目、本件計画の変更及びその申し出の拒絶が処分であることを前提として、
本件申し出書を返送された X が提起すべき抗告訴訟について訴訟要件の充足性と本案においてすべき主張をそれぞれ検討します。ただね、これはあくまで申し出が拒絶されたことでこっちじゃないんですよ。拒否処分はされていない。ダメですよって言われたんじゃなくて、とりあえず申し出が拒絶されたことだけを論じなさいという意味です。で、設問2が本案になります。はい。で、これ行政法ね、苦手な方も多いと思うんですよ。で、行政法はね、問題文と設問だけだったらそれなりに難易度なんだけど、法律事務所の会議録を合わせて読むと論ずべきこと大体書いてますので、この誘導に何とか乗っていくことを考えてください。あとね、行政法っていうのは、ね、結構ね、企業法務みたいな側面もあって、今回もそうじゃないですか。病院作るのに拒絶されたとかね、そういった側面もあるんだって発想も、結構重要です。じゃあ会議録で重要なとこだけ見ましょう。法律事務所の会議録の、真ん中の弁護士ね、そうですね。ではまず農用地区域を定める計画自体の法的性格を検討してみてください。で、本件計画の設定がなんちゃらかんちゃらで、都市計画法上の用途地域指定についての判例も参考にして、計画としての性質や規制の程度などの違いも考えながら、本件計画の法的性格を考えてみましょう。さらにこれもマークしてください。それを踏まえて、本件農地のような個別の農地を農用地区域から除外するための計画変更の処分性、これを検討してくださいと言っています。用途地域の指定ってこれ分かりますか？都市計画法でね、例えば東京都のここのエリアは大種低層低いね、住宅専用地域だって定めると、低い建物しか建築確認が下りなくなるんですね。ただその区域の指定っていうのは法律みたいにこうエリアが広いもんだから、一般的抽象的法規範みたいなものだから処分性がないとされてるんですね。それとの比較でどうするかということです。いいでしょうか。ちなみに処分性の定義パッと出てきますね。公権力の主体である国または公共団体の行為のうち、その行為によって国民の権利義務を直接形成しとか、そういう定義でしたけど、何問題になります？ここで処分性、権利義務が直接形成されているかどうかですよね。計画が定められて、確かに計画変更とか難しくなったり、農地転用難しくなってるんだけど、それが間接的かどうか直接的かどうか、そこが問題になってるので、そのあたりを見ていかなきゃいけないな。で、そのために何します？でね、ちょっとこれも脱線しますけど、仕組み解釈、仕組み解釈ってよく言いますよね。で、仕組み解釈もちろん大事で仕組み解釈するんですけど、仕組み解釈って私もっと簡単に言いましょうって言ってます。今回は要するに X さんの権利義務がに影響がありそうな条文全部ピックアップしてください。手順としてね、そんなに難しくなくて、の影響がありそうな条文をピックアップするんです。まずこれ、これでもかっていうぐらい権利義務に関係ありそうな条文ピックアップする。今回の事例ないけど、何か刑罰を与えるとかね、公表されるとか、そういった不利益はもちろんのこと、間接的なものも全部ピックアップします。で、直接的なものはそのまま使う、刑罰とかね。で、間接的なものはつなげて、つなげる結果実質的に直接効果発生って言えれば処分性があるんですよ。このね、
間接的なものはつなげて実質的に直接効果発生というを難しく言うと、まあ、正確な言い方なんですけど仕組み解釈ということです。仕組みに着目するというのは組み合わせるということです。条文を1個じゃダメな条文を何個も組み合わせるということ、そういった発想を持っていただけるといいと思います。じゃあいいでしょうか。で、この計画自体の法的性格というのはいわゆるもう行政計画っぽいやつの処分性という論点ね。まあそんなに難しくないと思います。じゃあ次ね、ちょっと誘導を見ていきましょう。設問位置関係の誘導を全部見ていきます。じゃあ次、弁護士。最も本件計画の変更に処分性を認めることができたとしても、当然にそれについての申し出の拒絶に処分性が認められることにはなりません。農信法上は本件計画の設定と同様に市町村等の職権による計画変更が前提とされているように思えますが、これ何言ってるか分かりますか。これ要するに法律上申請権があれば申し出の拒絶は処分です。申請権がなかったら申し出の拒絶は処分ではありません。これイメージこう考えてください。例えばね、私がですね、違法建築物見つけました。行政に連絡して、あの違法建築物除却してください。このお願いすること可能ですけど、これ法令上の申請じゃないですよね。法令上の申請じゃないということは、竹山さん、無理です。できませんって通知も処分じゃないってことです。なので、ここの箇所は、法令上の申請権あるかってことです。あれば拒絶は処分。この誘導の意図をね、ぜひね、こうやって考えながら読んでいってください。どうでもいいですけど、皆さん行政法好きですか、嫌いですか。まあ、苦手な方多いんですけど、私ね、昔大嫌いだったんですけど、途中で大好きになってすごい得意科目になりました。コツはね、個別行政法を完璧にする必要ない。1個でも多少しとくんですよ。あ、多少しとくって大したレベルじゃなくて、今回の農地法だったらこういう場合に許可が必要なんだなとか、その程度しとく。で、その個別行政法をなんとなく知った上で理論を学ぶとすごい見えてくるんですよ、行政放送論の世界が統一的にね。なのでぜひね、個別行政法、まあ1個ぐらい詳しくやってみようか、そんなに詳しくなくていいんですけど、で姿勢でやるとすごく得意になります。じゃあ弁護士 D 行きましょう。で、本件のような個別の農地についての計画変更を判断するためには、実務上、これポイントですよ、農地所有者等からの申し出が不可欠で、こうした計画変更は多くの市町村で広く行われています。お、ということは実務に着目すると申請が前提なんじゃないか、計画変更は職権でやることはあんまりないんじゃないかということになってきます。で、特に B 市においては市長の策定した本件運用指針4条、あ、確かに計画変更の申し出とそれに対する可否の通知の手続きが定められています。ということは実務上のやつと本件運用指針によって実質的に申請権があるんだって言っていけばいいんだ、そういうことですね。弁護士、それでは本件運用指針の存在なども考慮に入れながら、その申し出の性格と合わせて本件計画の変更及びその申し出の拒絶の処分性を検討してください。ただし X さんは本件農地についての別の処分を申請して、その拒否処分に対して取り消し訴訟を提起することもできるわけですので、本件計画の変更の段階での抗告訴訟による救済の必要性も検討してください。はい、ここで問題、これ何ですか。別の処分、あのね、別の処分を考えるにあたっていろんな判決を思い出してください。あの、要するに行政計画の処分性というのはここで争うのか後の処分で争うのかって問題ですね。これ後の処分なんか想定されてません、
X さん計画変更除外できたらどうするんですか。次、農地法の転用許可申請出すんですよね。そこですよ。農地法の許可で不許可になった時に争えばいいんじゃないかって考え方は当然あるので、それは論じてくださいよって言ってるわけです。ここね、ぜひね、あれって一瞬思うかもしれないけど、農地法の不許可だなって分かるようになってください。手がかりは2つ。さっき言ったいろんな判例はどこの段階で争うかの問題をしてるって考えてもいいし、あと参照条文に最初農地法ですよね、それが出てるってことに着目して、ぜひ農地法だって分かるようにしてください。いいでしょうか。じゃあ設問1の部分の回答例を見ていきましょう。9ページですね。第1設問1かっこ1です。1処分についてかっこ1。処分とは、公権力の主体たる国または公共団体が行う行為のうち、その行為によって直接国民の権利義務を形成し、またその範囲を確定することが法律上認められているものを言う。まあこの定義はバッと書けるようにしてください。で、過去に、すなわち当該行政上の作用に公権力性があり、丸に権利救済の実効性も含めた観点から、国民の権利義務への直接具体的な法効果を発生するさせる場合に処分に当たると言える。今回はもちろん丸2がポイントです。で、2括弧1、本件計画の変更が処分に当たるかを検討するに、そもそも本件計画が行政計画に過ぎず処分に当たらないのではないか。で、行政計画とは行政庁が一定の公の目的のために目標を設定し、その目標を達成するための手段を総合的に提示するものであり、行政庁が一方的に決定するという点で公権力性があるので前期丸1を満たす。しかし行政計画は国民の権利義務に直接具体的な法効果を生じさせるものではないので、丸2が欠けるのではないかが問題となる。はい、行政計画の定義まで書いて非常に立派な答案です。いいと思いますが、私だったらこの行政計画の定義書きません。別になくてもいいですよね。なので私だったらね、私ね、実はですね、筆が遅いって人なんですよ。いっぱい答案書けない、司法試験だったら6ページ限界な人なので、常々ね、コンパクトに書こうと心がけていました。そのためにはまずここの処分の定義書きますよね。私だったらここすっ飛ばして、ここすっ飛ばして、いきなり直接具体的な法効果を生じさせるものではないんじゃないかと書きます。そうすると半ページすっ飛ばせます。かなり時間節約で、行政法なんか処理量も多いし書く量多いので、省略できるところは書かない、これがポイントです。なのでこの括弧にも括弧1もだいぶ省略して、いきなりここね、国民の権利義務、本件の計画変更は国民の権利義務に直接具体的な法効果を生じさせるものじゃないんじゃないかっていきなり書いてやっていい、処分の定義書いてからいきなりここに飛んでいいっていう話になります。いいでしょうか。こういうことね、ここからここにいきなり飛んでいいってことね。そうすると半ページぐらい節約できる、そういうことになります。じゃあメインの論点はもうご存知のように、かっこに、こっからですよね、点数つくの。この点、都市計画法上の用途地域指定についての判例は、これマークしましょう。用途地域指定による効果は区域内の不特定多数者への一般的抽象的なものでしかないとして処分性を否定している。で、これもね、ぜひかけてほしいところです。イメージとしてね、処分の対極にあるのって法律ですよね。で、憲法なんかは立法の意味を一般的抽象的法規範の定律と解してますけど、それですよ。一般的抽象的だから、これ法律のようなものだから処分じゃないんじゃないかっていう話です。すると計画自体が一般的抽象的なものだとすると、本件計画の変更も具体的直接的な法効果を伴わないとも思える。計画が処分じゃなかったら計画変更も処分じゃない、そりゃそうですね。で、次、しかし本件計画は農業振興地域整備計画の一環としての農用地利用計画であり、かかる計画は本件農地を農振法8条2項1号の農業地域区域内の農地として指定するものであり、ここからマークしましょう。このような指定によって非指定地の地権者 X は同法17条及び農地法4条6号1に基づき
動詞の転用ができなくなる。あ、いいですね。これ先ほど申し上げた通り、これでもかってぐらいに X の権利義務に影響を与える条文を引っ張ってください。で、今回確かに指定だけだと何も権利義務影響はないんだけど、指定に農地法を合わせると転用ができなくなるって効果が生じますよね。1個の条文でダメなら条文を組み合わせると法効果が生じる。これが仕組み解釈の本質です。じゃあ次ね、またこれもね、ぜひ見つけ出してほしい。農信法15条の2項に基づき農用地区域内の農地であるということで、都道府県知事の許可なく開発ができなくなる。これもあるんですね。農信法の15条の2も見てください。これさっき見なかったんだけど、農信法15条の2、農用地区域内において開発行為をしようとするものはあらかじめ都道府県知事の許可を受けなければならない。これもできなくなります。ただね、この回答でちょっとねダメなのは、許可なく開発ができなくなるんじゃなくて、これ一応正確に言うと許可なく開発行為です。開発行為って一般名詞じゃないですよ。開発行為っていう特定の意味を持った専門用語になりますので、開発だけだとダメなんですよ。で、開発行為っていうのはね、都市計画法でもあるんだけど、要するに宅地造成のことです。山あったら切り崩して平地にする、そういうものを開発行為と言います。他にもいろいろありますけどね。だから一般名詞ではないので、開発行為は分断しないでください。開発行為ができなくなるという、で、直接的具体的な方向化を受けることになる。で、ここはね、方向化性意外とあっさりです。これぐらいでいいです。で、めちゃくちゃ重大な方向化発生しちゃってるし、しかもそれほど間接的でもないので、まあ、処分でいいでしょう。よって丸2を満たす。そして本件計画の変更もまた、これ本件農地が農用地区域内の農地から指定されなくなる点で、X は本件農地を転用できるという点で直接的具体的な方向化を受け2を満たすので処分と言える。農地転用という効果が発生するから処分なんだということになります。括弧3、以上より本件計画の変更は処分である。まあそういったことになります。ここまでよろしいでしょうか。じゃあ3、申し出の拒絶について。これさっきやった通り、申請権があるか否かがポイントになってきます。本件計画の変更の申し出の拒絶は、これなんですよ。申し出自体が本来本件運用指針といって法律じゃない指針に基づいています。基づくものに過ぎないから、これに対する拒絶も法律に基づくものではないのではないかという問題です。括弧に、法律に直接申請について規定していない場合、申請者が行政庁から何らかの応答を受ける利益を法令上保障されていることが法令の解釈上認められる場合、これでいいんでしょうね、には当該拒絶は法律上の根拠を有し処分に当たると解する。で、この回答例、やっぱ回答例なんて難しく書いてますけど、まあ試験の本番だったらもっと優しくでいいですよ。法令上一見申請権がないと思われる場合でも解釈によって認められればいいぐらいでいいですよ。私も多分それぐらいしか書けないです、本番だったらね。で、かっこさん、確かに申し出は計画の変更の契機となるものに過ぎず、そのための手続きが本件運用指針に定められているに過ぎないとも思え、しかし農信法が計画変更について13条で規定してますよね。さらに他の利用との調整も2条で想定で、特にここが大事、絶対書きたいところですけど、個別の農地についての計画変更を判断するためには実務上農地所有者等からの申し出が不可欠、これを書くであるから、そのための手続きを本件運用指針4条として規定している。実務上もう申し出が不可欠なんだ。さらに同4条4項、こんなものもダメ出しで書く。申し出書による農地利用計画変更の可否について、可否について申し出者の提出者に対して通知するってことは、申請権認めてるってことですよね。結果通知する。申し出は計画変更の契機にとどまるものではなく、農信法13条が規定する計画変更に不可欠な仕組み。
であり、同法の解釈上、計画変更のための申し出は行政庁による応答提出者に対して法令上保障されている。行政庁による応答提出者に対して法令上保障していると言えます。あとダメ出しで書くなら、このね、計画変更というものは農地の所有者に対して重大な影響を与えるものですね。だから権利保護のためにも申請権が法令上認められていると解する。これ書いておきましょうか。計画変更は農地所有者に重大な影響、重大な影響を与えるってことは、これ権利保護の観点からも申請権認めるべき。これもまあ定石というかテクニックというかよく使う論法ですよね。やっぱ権利があるから権利保護のためにも申請権認めるべきじゃないか、そういうことですね。じゃあいいでしょうか。じゃあ次ですね。また計画自体が前述のような直接的具体的な法効果を生じさせるものであるところ、計画変更の申し出を拒絶しても処分に当たらないとすれば、計画によって直接不利益な地位に立たされる国民の救済が図られず、公告訴訟による救済の道を認める必要がある。で、あとこの回答例ね、一個ね抜けちゃってるところあります。あの農地法との関係。農地法の不許可処分で争うべきじゃないかってところが抜けてるので、これ貸しといてください。農地転用不許可処分、段階で争わせるより計画変更の段階で争わせた方が紛争の抜本的解決につながる。まあこんな感じで書いてある。これはね、ぜひ書いておいてください。農地転用不許可処分の段階で争わせるべきじゃないか、これはね当然応答しておかなきゃいけない箇所ですよね。よろしいでしょうか。じゃあ設問1の部分終わったんで、ちょっとね4ページに戻りまして、設問2の部分の、弁護士の議事録見ていきましょう。4ページじゃないや、法律事務所の会議録の下側ですね、弁護士 C というところを見てください。レックのレジュメで言うと14ページになります。次に X さんは本件計画の変更の申し出をしたわけですが、本件計画の変更及びその申し出の拒絶が処分であるとすれば、
その申し出に対する可否の通知をしない B 氏の担当課による処理については行政手続き法上も問題がありそうですよね。これ何の問題あります？行政手続き法上、計画変更の申し出っていうのは行政手続き法上申請にあたる可能性があるんですよね。で、行政手続き法、もしね引ける方いたら7条を引いてください。もしこれ申請権があるとすれば、これ利益を与える処分なんで申請に対する処分になって7条、行政手続き法7条ですね。行政庁は申請がその事務所に到達したときは遅滞なく当該申請の審査を開始しなければならず、かつ申請書の記載事項に不備がないこと、申請書に必要な書類が添付されていること、申請をすることができる期間内にされたものであること、その他の法令に定められた申請の形式上に要件に適合しない申請については速やかに申請をした者に対し相当の期間を定めて当該申請の補正を求め、または当該申請により求められる許認可等を拒否しなければならない。補正を求めるか拒否しなければならない、これに反するということですね。でちなみにこの問題って1回口頭でやって拒否されてますね。その後郵送してますよね。それどういう意味を持ちますか？で実はですね、口頭で申し出て拒否されたって段階ではこれまだね行政法違反とまでは言えない可能性がある。なぜかというと行政指導って言われる可能性がありますね。行政指導して向こうが引き下がったんだって言われる可能性があるんだけど、さらに郵送したってことはもう行政指導に従いませんよって意思表示ありますね。ってことはもう行政は必ず審査をしなきゃいけないっていう意味で書いてあります。なので郵送の方をぜひ拾ってあげてください。じゃあ次ですね。 B 氏は農用地区域からの除外に1年程度要する旨を公表しており、 X さんと同時期に B 氏にその申し出をした他の農地所有者らに対してはすでに先月中に通知がなされています。弁護士、それでは変更計画の変更及びその申し出の拒絶が処分であること、で X さんへの申し出の拒否処分がされていない、不作為です。されていないことを前提として、その置かれている状態や B 氏による対応の法的な意味を検討した上でどのような抗告訴訟を提起すべきか検討してください。その訴訟要件の充足性に加えて本案においてすべき主張についても検討をお願いします。義務付けの訴えの提起も考えられますが、これについては今回の検討から除外しておきます。義務付けの訴えというのは計画変更の義務付けで、本来計画変更の義務付けが一番直接的なんですよ。計画変更しろと。でもそこまで論じなくていいってことは不作為の違法確認だけでいいってことです。これでね、不作為の違法確認と義務付けセットだって思ってるから、おっしゃる通りで義務付けやるんだったら不作為の違法確認も必要なんだけど、不作為の違法確認だけ先に行うケースもあります。なぜか、これ義務付け訴訟ってめちゃくちゃ大掛かりな訴訟でハードル高いんですよ。なのでそれやるともう3年とか5年とかかかるんで、そうじゃなくて不作為の違法確認でさっくり、不作為はダメだよって判決は簡単に出そうですよね。だからそっちだけ先にやるっていうのはあります、たまに。なので今回そのパターンですね。ということで回答例を見ていきましょう。じゃ回答例の、第2設問1括弧2というところから見ていきましょう。訴訟要件の充足性括弧1、X としては本件申し出書に対する返送について、これですね、不作為の違法確認の訴訟、これを提起します。括弧2、まず本件申し出書の提出が法令に基づく申請にあたる必要がある。でこれさっきやりましたね。本件計画の変更の申し出の拒絶が処分であることから、拒絶に対応する申し出は法令に基づく行為であり、行政庁による何らかの応答が農信法に基づきなされるべきものであるから法令に基づく申請にあたる。で次に処分について申請をしたものは現実に申請をしたものであるから X はかかるものにあたる。括弧3、よって不作為の違法確認訴訟の訴訟要件を満たすということになります。で次に、本案においてすべき主張です。括弧1、相当の期間内に何らかの処分をすべきであるにもかかわらずこれをしないと言えるか。通常相当の期間の経過の有無はその処分をなすのに通常必要とする期間を基準として判断するが、本件ではそのような標準処理期間が明らかでないため問題となる。まあ標準処理期間の設定はなかった。で過去にこの点につき相当の期間すなわち標準処理期間がで11ページ
明らかでなくても、申請後ある程度の期間を経過したにもかかわらず行政庁がいつ処分をなすかが全く不確定であり、かつ処分まで相当の期間を要することが確実であり、またその状態が解消される見込みがない場合は相当の期間経過と同したら行政庁の不作為は違法となるものと解する。でこれ難しく書いてますけど、もっと簡単に例えば私だったらこんな感じで書きます。通常行政庁の処理にかかる時間を書いていきます。相当程度とか正直これぐらいの規範立てて当てはめていけば十分です。よろしいでしょうか。で、括弧3の当てはめを見ていきましょう。で、本件ではこの具体的事例が重要ですね。令和元年5月8日に X が B 市長宛ての本件申し出書を所定窓口に提出し拒否されたため担当課に郵送し、同年5月10日に担当課に到達している。で、これさっき申し上げた通り5月8日の拒否は、まあ、100歩譲って行政指導と見れなくもないから5月10日からカウントがスタートです。で、ちなみに今私口頭でベロベロって言いましたよね、行政指導の話。これももし余裕があれば答案にそのまま書いてやると点数伸びますよ。だって分かってるってことになるじゃないですか。だから5月8日は行政指導と解する余地はあるけれども、5月10日にさらに郵送したので、これはもう行政指導に従う意思がないと表明したことだ。だから5月10日からは必ず処理すべきだみたいなことを書くと点数伸びます。自分でね、いいこと考えてたらそれは答案に書いてください。書かないと伝わらないです。いいでしょうか。で、行政機関の支配領域に到達している以上、いいですねこの表現。 B 氏としては X からの申し出に対して任用または拒絶の応答をすべきところ、平成31年度の初日から起算して8年経過後までは申し出を受け付けられないと回答している。そして令和2年5月になっても B 氏からの変更計画の変更または拒絶について本件運用指針4条4項に基づく通知がなされていないのである。そして当該8年経過後も本件運用指針1条では経過変更を慎重に検討すべきことが規定されていることから、計画変更が認められるかまたは拒絶されるかには時間がかかることが予想される。で、すると申請後ある程度の期間を経過したにもかかわらず B 市長がいつ処分をするか全く不確定、円滑処分まで相当の期間を要することが確実で、本件計画の変更が認められるか否かが不確定な状態が解消される見込みがないので、実態の要件も認められるということになります。じゃあね、ちょっと時間、迫ってきてますけど、次ね、設問3、これがですね結構くせ者だったんじゃないでしょうか。少しねしっかり見ていきたいと思います。まずはですね、弁護士事務所の会議録から見ていきましょう。この最後の部分ね、法律事務所の会議録の1枚目の最後で、最後に今後 B 氏により本件計画の変更の申し出前に、B 氏担当課職員がした回答通りの理由により本件計画の変更の申し出を拒絶する通知がなされる可能性もありますので、これに対して X さんが取り消し訴訟を提起する場合、当該訴訟が適法であることを前提として本案においてどのような違法事由の主張が考えられるかも検討しておいてください。本案の検討になります。で、今回は手続き上の違法は検討から除外で、B 社土地改良事業である本件事業との関係から農信法13条2項5号を満たさないとしていますが、 X さんは本件農地についてはこの要件を充足しているものと考えています。で、ここが分かりにくいんですね。 X さんによると本件事業は農地の冠水をしたる目的と冠水の防止をしたる目的とするもので、これによって関係する農地の生産性が向上するとは考えにくいそうです。これ何でしょうね、考えにくいそうです。
とりわけ本県のうちは高台にあるため、ほとんど本県事業の恩恵は受けないと言っています。それではまずその点にどのような違法が考えられるかについて、本県計画の目的も踏まえて検討してくださいと言っています。でこれ分かりました、これどういうことか。これね、農信法法律施行規則レジュメで言うと18ページの4条の3見てください。4条の3、法10条3項2号の農林水産省令で定める事業は次に掲げる要件を満たしているものとする。1号、次のいずれかに該当する事業、ここですね。市として農用地の災害を防止することを目的とするもの、その他の農業の生産性を向上することを直接の目的としないものを除くである。これですね、農業の生産性を向上することを直接の目的としないものであるって言ってるんですよ、 X 様。そうするとこれは除かれるから事業じゃないってことになりますね。これも書いていきますよ、重要なところなんで。つまり X の主張、本件事業は農地の生産性は向上しない、農地の生産性が向上しないということは、農信法施行規則の4条の3第1号により10条3項2号の事業に該当しないことになるわけです。で法10条3項2行の事業に該当しないっていうことは、これね、本件土地は法10条3項2号の土地じゃないということになり、簡単に言うと、あの8年制限がかかる土地じゃないってことなんですよ。だから13条2項5号が適用されないので、法13条2項5号が適用されない結果、施行令の9条の8年制限適用なし、まず法解釈からこれが言えます。これはね、ざーっと書いていってください。いいでしょうか。でね、実はレックの回答例、これが全部抜けちゃってるんですよ。だからこれは入れ込んでおいてください、回答例に。まあ、この通りの条文を当てはめればそのまま回答例になりますので、これはぜひ回答例に加えておいてください。
よろしいでしょうか。で、あとはね、一律8年制限が違法じゃないかってことだけレックの回答で書いてますので、これちょっと見ていきます。回答例第3設問にですね、 X としては本件計画変更の可否の検討について脳指紋性高齢救助が規定する8年の期間制限を B 市長が一律に適用したことについて裁量の逸脱乱用にあたり違法と主張することが考えられる。で、裁量が一定程度認められる。で、括弧に裁量の逸脱乱用の基準を示して、具体的には判断過程で考慮すべき事項を考慮せず、考慮すべきでない事項を考慮して判断した場合、合理性を著しく欠くものとして違法となる。で、書いています。で、3の括弧1。まず本件計画の変更の可否を検討するに際し、農信法13条2項5号は、同法10条3項2号に規定する土地に該当する場合に、当該土地が農業に関する公共投資により得られる公用確保を図る観点から適合すべき基準を政令で定め、施工令9条は公共投資にかかる工事完了からで12ページ、8年経過したものであるという要件を定めている。で、これ専門技術的裁量だ、合理性があると言っています。で、括弧には、しかし合理的な基準であってもこれを具体的場面において一律に適用することは合理的ではなく、行政行為の根拠となる要件の充足に関わる効果裁量の逸脱乱用として違法となる場合がある。これ何言ってるかというと、施工令を裁量基準のように考えているということです。だからまず中身が合理的か検討しますね。で、次に中身が合理的であったとしても一律適用がいいのかって話になる。これね、本件政令を裁量基準のようなものとして捉えて、内容が合理的か、で、内容が合理的だとしても一律適用がいいか、この2段階で判断しています。で、一律適用が良いかというところでダメだったとしたら、裁量権の逸脱乱用になる可能性はあるということになります。よろしいでしょうか。じゃあね、次見ていきましょう。で、括弧には、しかし合理的な基準であってもこれを具体的場面において一律に適用することが合理的ではなく、行政行為の根拠となる要件の充足にかかる効果裁量の逸脱乱用として違法となる場合がある。で、本件事業全体の完了は平成30年だったが、本件農地と関連する部分の工事については平成20年に完了していたと考えられる。で、農業に関する公共投資の効用を確保する観点からは、本件事業全体の完了の翌年度から8年が経過することを待たなくとも、本件農地と関連する部分の工事が完了した時点から8年をさらに上回る10年以上が経過していることから、本件農地を本件計画に基づいて農業区域を定めることから除外しても当該効用を確保することは妨げられない。考慮すべき事項を考慮しなかった考慮不尽、取り消し訴訟を提起できるとなっています。で、ちょっと時間オーバーしたんですけど、最後重要なコメントをしておきます。で、この箇所に関する答案は正しいんですけど、一個ね、気をつけなきゃいけないことがあります。この法律の施行令って誰が作ったものですか。まあ、はっきりと書いてないけど施行令だから内閣か農林水産大臣ですね。その施行令に反する判断を市町村とかできますか。これちょっと怪しいですよね。憲法とか行政法の理論的にね、詰めると法定受託事務なのかとかね、自治事務なのかとか難しいこと考えなきゃいけないんですけど、直感としてなんかまずい気しますね。なのでここの交わし方として一つ、これね、施行令そのものに反する判断はできないけど、でも施行令の枠内で解釈する裁量は市町村とかにも認められますよね、当然。
ということは施行令の解釈を最大限に有利に解するとスタートライン変えられません、これ工事完了時に。ということで施行令の8年は変えられないんだけど、スタートを平成20年にすると解釈することは可能ですよね。スタートを平成20年と解釈すべきだった。それをしなかった点が裁量の逸脱乱用。この回答例はそういう趣旨だと読み替えてください。はっきり書いてないけどね。施行令を無視した裁量権行使できないけど、8年は合理的だとしてそのスタートを変える、それは解釈で十分可能です。だからそれは市町村の権限の範囲内ということでスタートを変えようっていう話、このように解釈してください。よろしいでしょうか。すみません、15分からね、特待生試験があるみたいなので、さすがにこれ以上延長ができないのでここで終了いたしますけど、ぜひね、憲法行政法ともですねしっかり今年の問題、非常に大事なので復習してください。合格してるぞって自信のある方も実務でもね全然役に立ちますからね。行政法の知識もいろんなところで出てきますので、ぜひしっかり復習して今後に生かしていってください。それでは令和2年司法試験分析会、これにて終了いたします。お疲れ様でした。